い、いつも池学 TV をご覧いただきまして誠にありがとうございます。私、池学の平山豊です。よろしくお願いいたします。皆さん、ピックはメンテナンスをしておりますでしょうか？ピックは演奏を続けていると弦と接する部分がザラザラになったり削れていったりすることがあります。そのまま演奏していると良くない音が鳴ったりとか弾きづらくなったりしてしまうことがありますね。店頭でお話を聞いているとピックを削ったことがないというお客様が結構いらっしゃいます。ということで今回は超初心者向けピックのメンテナンス動画を撮影しております。使う道具は GS サンドペーパー、これだけです。これ一つだけでピックのメンテナンスを実施します。ピックのメンテナンスをするといい音が奏でられるようになりますし演奏もしやすくなりますので、ぜひピックのメンテナンスやってみてください。それではよろしくお願いいたします。はい、それではやっていきたいと思います。今回使うのはこちら、ギタリスト用最高級サンドペーパー、こちらを使ってピックをメンテナンスしていきたいと思います。こちら中開くとですね、600番、1200番、3000番のヤスリが入っております。今回はね、本当に超初心者向けの動画を作りますので、真ん中の1200番、こちらのみ使います。はい、こちらの GS サンドペーパーのなんといってもいいところはこのヤスリやすいサイズにもすでに切られているっていうところなんですね。はい、これは本当に初心者の方は本当にお勧めできるポイントの一つだと思います。それではピックを削っていきたいと思います。まずピックを削るコツなんですけど、まずこのザラザラとなっている側面の部分、このザラザラの部分を落としていきます。まあ、大体このピックに対してこの直角にこう当てていただいて、そのザラザラの部分をまずはこの1200番で取っていきましょう。はい、ちょっと削っただけでも、ね、手触りが全く変わります。ツルツルになりました。はい、で同じようにね、反対側もね、ピックに対して直角にヤスリを当ててもらって、削っていきたいと思います。このザラザラのピックがツルツルになる感じが本当に手触りが気持ちよくてたまんないですね。はい、これで両面を削り終わりました。で、仕上げにですね、こちらのサイドの部分ね、さっき直角に当てておりましたので、直角に当てた部分をですね、少しこう斜めにこう当てていただきながら、ちょっとこう側面を丸みを帯びさせていくような形でやすっていただけると仕上げになります。ちょっとね、こう側面に角度をつけながら削っていくと良いと思います。大体でいいですからね、これも本当にやった分だけ上手になりますから、まずはやってみてください。 できたら反対側もやっていきます。はい、これでピックのメンテナンス完成です。ザラザラの時に比べてとっても弾きやすくなりますし、音色も綺麗になるようになりますので、はい、ぜひね、ピックのメンテナンスやってみてください。はい、ピックのメンテナンス動画いかがだったでしょうか？本当にこちら一つを使ってピックのメンテナンスができますね。今回は初心者の方向けにピックの動画を制作いたしましたが、だんだんピックの作り方が慣れていきますと、もう少し細かいヤスリを使ったり、耐水ペーパーを使ったり、コンパウンドを使ったりと、どん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 高度なピックの作り方ができるようになっていきます。まずはピックのメンテナンスをやったことがないというお客様、ぜひ今回の動画を参考にピックをメンテナンスしてみてください。それではまた会いましょう。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。